怪我しないことです。いや、まあ、それはもちろんなんですけど、まあね、じっくりできる時なんで、ね、とにかく基本練習っていうか、そういうのを反復練習と、あと去年トレードで来たんで、ピッチャーの球を受けてないんで、受けてないピッチャーもたくさんいるんで、そこら辺をしっかりコミュニケーションを取って受けることですかね。そうですね、まあチームとしてはね、もちろん優勝だと思うんですけど、まあ、個人としてはやっぱとにかく1試合でも多く、ね、試合に出て、まあ、出ることですかね。数字っていうのはないですけど、とにかく試合に出るってことですよね。